エンデューロレース、エンデューロレース、エンズロレースとは、オートバイなどで行われるレースの種類である。本来の姿としては、行動を走行できる保安部品が付いた車両によるオリエンテーリングとラリーが合わさったものと言える。エンデューロレースは、主催者が設定した一周数十キロメートル以上ある、未知のコース、数箇所のチェックポイントが設定されるを、指示標識に基づいて走る。 車両が故障した場合、車両の整備もライダー自身が行う。順位を争うよりも乾燥を目的にすることから、乾燥者全員がメダルの対象となり、その中から規定の割合により、金、銀、銅メダルが授与されるという形が本来の姿である。海外で最も有名なレースが ISDE、インターナショナルシックスデ e ズエン r ロであり、ロード、オフロード、 トライアル等の総合的競技といったところから二輪のオリンピックと称される場合もある。また ISDE とは別に世界各国で開催されるエンデューロ世界選手権2日間がある。日本では開催場所を用意できないなどの理由から耐久元クロス的なレースにもエンデューロという名称を使用している。日本での本格的なヨーロピアンスタイルのエンデューロレースは 1984年に、苫小牧市ウトナイ湖周辺で開催された、インターナショナルニディズエンデューロ、同行師とする。この競技会はその後、日高ニディズエンデューロと解消され、主催者も代わり途中休止した年もあるが、現在も継続している。日本で行われるエンデューロレースと、本場ヨーロッパのエンデューロレースとの大きな違いは、走行距離にある。 ヨーロッパでは1日に 250km から 300km を走破させるが、日本では日照時間や土地的要因などの理由により、100km から 150km と設定されることが多く、走行距離が大幅に短い。したがって、日本におけるエンデューロレースは、技術的、走行、車両整備、体力的な差により乾燥車を振り分けることが難しく、極端に、 難易度の高いコース設定になることもある。また、もともとは使用されるマシンの耐久性をも試す競技であったが、日本においては十分な耐久性を持たないマシンでも走れてしまうことから、マシンの全体レベルの向上に資することはできなかった。しかし、世界的に環境問題が重視される中、現在ではヨーロッパにおいても競技距離は短くなり、 テスト区間もモトクロス的になり、走行場面も一般市街地が増えてきたのも事実である。エンデューロレース用のオートバイは、前項で述べた通り様々な環境を走破し、かつ昼夜を問わず走行する場合も多いことから、外観は、モトクロスタイプのオートバイに全消灯や、ブレーキ等度の保安部品を取り付けたような形である。また、レース内容によっては、 行動走行に際して必要となるナンバープレートの取得を前提とするため、方向指示機などのレース開催地域での道路、交通関連法規に準じた装備を備える。また、耐久レースとしての側面から燃料タンクは大きめに作られており、車体には航続距離を伸ばすための補強などが加えられる。ただし、行動走行はレース自体の主体とはなり得ないことから、 舗装された道路での長時間高速走行はあまり考慮されない。このためエンデューロマシンを舗装道路で高速走行にて運用するとオフロードタイプのタイヤが早く痛む傾向は否定できない。本格的なエンデューロ競技用オートバイは国産の国内販売車は少なく日本車の逆輸入車、または外国製マシンが主流となっている。外国製マシンでは KTM オーストリア、ハスクバーナ、スウェーデン、イタリア、オーストリアが、歴史が古く、ポピュラーであったが、現在はそれらに加えて、TM、イタリア、ベータ、イタリア、ファンティック、イタリア、VOR、イタリア、シェルコ、フランス、スペイン、シスパ、スペイン、フサベル、スウェーデン、BMW、ドイツが有名。また、スペイン製のガスガス、JTG、ポルトガル製の AJP、 ドイツ製の ZP、イタリア製のマラグーティ、SWM 等もある。スノーモービルレースにおいても、エンデューロレースと呼称されるものがある。全日本スノーモービル選手権の競技種目として開催される。自転車競技においても、エンデューロレース、エンデューロと呼称されるものがあり、人気がある。ツインリンク、モテギア、鈴鹿サーキット、 あるいは公園内のコーナーが多いサーキット形状のコスなどを使用して周回を行い2時間、3時間、10時間などと走り続ける形式が一般的である。その他のレースとして茨城県霞ヶ浦市で開催している霞ヶ浦エンデューロのよう一般行動を完全閉鎖して5時間、2時間の耐久レースとして決められたコースを団体のチームや個人が周回するレースもある。 また、一般的には、周回数が多い順に表彰する、競争レースであることが多く、そのため、スタート直後からさながら、ロードレースのように集団を形成したり、アタックをかけたりなど対人戦をすることも珍しくなく、事実上の耐久レース、エンデュランスレースであることも多い。また、マウンテンバイクにおけるエンデューロレース、エンデューロは、ダウンヒルと類似し、 数本の下りコースを走行して合計タイムの短さで順位を決定する。ただし、ゴンドラなど他の手段を利用して、スタート地点に向かうダウンヒルと異なり、エンデューロレースでは、スタート地点まで各自自走する必要がある。この自走に遅れると、ペナルティが課される。そのため、エンデューロ向けの機体は、高いダウンヒル性能に加え、自力での途半に耐える、ある程度の走行性能、 軽量性などが求められる。詳細はマウンテンバイクレースを参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。